ネコモンさん。ネコモンです。よろしくお願いします。まちゃん、音声聞こえますか？うん。これちょっと押してもらっていいですか？こういうボタンあったら。出るけど消えちゃう。そう、ミュートとビデオ。あ、来たじゃあ、簡単にちょっと自己紹介がてらですね、ゲームをしたいんですけども、よろしいでしょうか？しりとりゲームをしたいんですけども、お家の中にあるものでしりとりをすると。白衣、ね、白衣。じゃあ白衣の衣がつくものを何か持ってきていただいてもよろしいでしょうか？ありがとうございます、まっちゃん、ね、素敵な椅子ですね。あのめまいとか足に力が入らない感じがするときがお年を召すとたまにある方がいらっしゃるんですね。その原因の一つが、前庭器官というものが影響している。その前庭器官っていうのは頭が今どっちに傾いてるかとか、そういったところをこう司っている神経なんですけども、その前庭器官がですね、弱ってくるとめまいがしたりとか足の力が抜ける感じがしたりとかする時があります。で、今からする運動はその前庭器官を強くするための運動でございます。何をするかと言いますとですね、画面の私の顔を見たままですね、首をゆっくり左右に軽く目はもう同じところを見たままですね。で、これをだんだんこう速くしていきます。目線がぶれないように。ね、ただでさえ画面を見てて疲れると思うんですけど、いきますか？大丈夫ですか？うん、 OK。 で、今度は上下、ね、今日はですね、まあ、いつも勝ち時で通いの場っていう、うん、まあ、高齢者を中心に、まあ、誰でも、はい、参加して、はい、みんなでこう交流をしてですね、はい、顔と名前が分かる関係を作りつつ、まあ、一応私理学療法士っていう、はい、仕事をしてますので、はい、体操をしたりですね、筋トレをしたりとかして、体の、まあ、健康をこう増進すると、うん、まあ、そういった会を、まあ、普段やってるんですね、うん、で、それをなんとか、オンラインでもできないかなと。それで目の体操、それで で、まあ、オンラインでやる場合ちょっと全体の動きにねしちゃうと画面から離れて聞こえなくなっちゃうんで。ですよね、はい、なのでちょっと顔をアップのままできるものなんかないかなと思って、うん、ちょっとめまいに効く体操っていうのを今日はやってみました。そうですね、逆にこれオンラインだから余計できたかもしれない。あ、そうですね、ですよね、そうですね、皆さんこう画面見て、はい、
一点を見続けるしかないわけですね。ですよね、はい、それはそこで生かし方もあるってことですね。そうですね、確かに、はい、でも皆さん入るときちょっと苦労しましたけど、これで何回目？これ初めてですね。皆さんのスマホのズームの練習っていうのは何回目？あ、何回、皆さんのズームの練習は2回ぐらいしたんじゃないですかね、この事前に。事前にね、はい、じゃあ3回ぐらいになるともうできちゃうねって感じですね。そうですね、今日3回目であればこう割とスッと、ですよね、それぞれ使ってるものが違うから、はい、自分の使ってるものの使い勝手をやっぱりさっきみたいに相対で教えてもらったりすると、うん、そうするとその先はもうあの初めから知ってたような顔でやるんですよね、多分ね。そうですね、むしろこっちがこう時間ちゃんとメールに打ってなかったりとか不手際があったんですけども、あの事前情報でね、うん、あの参加してくれる人の方がちゃんとスケジュール把握して入ってきてくれたんで。なるほどね、はい、はい、素晴らしかったですね。はい、だん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 また次が楽しみになりますね。そうですね、はい、次の部は何か体を動かしちゃいそうな感じがするんで、はい、楽しみにします。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。